こういったサービスがあることを知って、ぜひ活用していくっていうのは、自分たちの生活ライフスタイルを守っていくことにつながるのかなって。地域で子育て、富山のみんなに笑顔を。病気になった子どもを家庭で看病できない、そんな時に利用できる病児・病後児保育について紹介します。富山県内には出産から子どもの成長に合わせて子育て世代をサポートするさまざまな支援があります。共働きの子育て世代の方々に頼もしいサポートの一つが病児・病後児保育です。つかまり立ちを始めたお子さんの早い成長に喜びながらも子育てに奮闘するのは中川あゆみさんです。子供が急に体調悪くなった時に自分にやっぱりどうしても外せない予定があったりですとか、私自身ちょっと入院したっていうこともやっぱり、そういう時に夫も仕事が休めない時があったので、そういう時に利用させていただきました。一日安心して預けられること、それが、はい、一番いいなって思ってます。富山市にある病児・病後児保育施設ラグーンです。病児・病後児保育とは、突然の子どもの病気で仕事を休むことができない時や家庭で看病することが難しい場合に子どもを一時的に預かってくれる支援です。併設で下にクリニックがあって、小児科医の先生がおられるので、もし病気が急変した場合、熱が急に上がったりとかした場合も、すぐに対応してもらえるので、お子様も安心ですし、預かる私たちもすごく心強いです。子どもの疾患または容態に合わせて保育看護できるよう部屋がいくつもあります。また保育看護するのは保育士や看護師などです。ここに利用されると他の子の病気がうつっちゃうんじゃないかって心配しておられるお母さん方とかおられるんですけども、その感染隔離っていうのは私たち本当に一番気をつけているところなので、安心してお預けしてもらいたいなと思っています。病児・病後児保育を利用するときは施設への事前登録や医師の診断書が必要な場合があります。各施設へお問い合わせください。お近くの施設はトミークフレフレで検索できます。他にも富山県内では病児・病後児保育でも利用できる富山子育て応援券をはじめ、さまざまな支援があります。富山の子育て応援サイト、トミークフレフレを一度チェックしてみてください。